あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。おじいさんは八百屋しばかりに、おばあさんが川で洗濯に行きました。おばあさんが川で洗濯をしていると、どんぶらこどんぶらこと大きな桃が流れてきました。おや、これは良いお土産の、これは良いお土産になるわ。おばあさんは大きな桃を開けて家に持ち帰りました。そしておじいさんとおばあさんが桃を食べようと桃を切ってみると、なんと中から元気のいい男の赤ちゃん飛び出してきました。これはきっと神様がくださったに違いない。子供の胃の飼ったおじいさんとおばあさんは大喜びです。桃から生まれた男の子をおじいさんとおばあさんは桃太郎と名付けました。桃太郎はすくすく育って、やがて強い男の子になりました。